シン・ウルトラマンね、アマゾンで配信始まったんですけどもですね、評価変わったんですよね。前映画館で見た時は退屈するんですよ。誠に真の映画ファンから見たら許しがたいような見方してるんですけど、岡田斗司夫の採点なんですけど、シン・ウルトラマンですね、88点です。シン・ゴジラが95点、シン・エヴァンゲリオンが92点に対して、まあ、シン・ウルトラマン88点ぐらいの出来ですね。理由を言うとですね、ウルトラマンとしては95点なんですよ。ウルトラマンの新作としては95点、平成令和のウルトラマンのリメというか続編のシリーズとしてはですね、まあ、ほぼベストですね。昭和のですね、ウルトラマンのいいところを出しました。で、昭和では弱かった部分っていうのもちゃんとですね、フォローしてる、それもですね、やっているということで、まあ、ベストではないかなと。庵野秀明映画としてはですね、75点ですね、割と低いです。なんでかっていうと、なんかね、どこにも庵野秀明がちゃんといないんですよ。片手間の庵野秀明しかいない、パンツを脱いで庵野秀明がいないんですね。で、それによって演出が甘くなってるので、まあ、庵野映画としては75点で、まあ合計して映画として見りゃですね、正直85点なんですよ。85点なんですけども、ウルトラマンだから3点足した感じですね。で、そうですね、新なんとかシリーズで言うと、なんかね、ジブリで言うとこういう時に名前出して悪いんですけど、宮崎吾郎映画の新作ぐらいですね。僕はあのゼットンとの戦いの下りでちょっと寝ました。で、それぐらいの感じです。別に寝不足でも何でもないんですけども、ちょっと寝るぐらいの感じですね。あとあの、なんか最初コメントに流れてるのが、新ウルトラマン早く配信始まらないかなって書いてあったんですけど、いや、あんまり期待してないとかですね、シン・ウルトラマンってそんな面白くないじゃないですか。シン・ゴジラの面白さに比べて、シン・ウルトラマンの面白さってかなり僕落ちると思ってるんで、割とそんなに期待してない感じですね。まあまあまあ、こんな感じですね。最近の作品に関してはこんな感じで思ってます。シン・ウルトラマンね、アマゾンで配信始まったんですけどもですね、評価変わったんですよね。前映画館で見た時は、ちょっとな、なんか確かに面白いんだけど、ちょっとなと思ってたんですけどね、テレビで見ると面白いんですよ。具体的に言うと、クライマックスの辺でもあんまり眠くなかったっていう言い方失礼ですけど、そうなんですよね。で、なんで映画館で退屈したのかというと、これはもう理由は簡単で、僕の癖なんですけども、見せ場が続くと退屈するんですよ。アクションシーンの見せ場が続くと退屈すると。絵に頼った映画作りって、僕割とね、アクションシーンの絵のつなぎって興奮するんですけど、退屈しやすいんですよね。樋口監督の癖でですね、見せ場を絵に頼るんですね。それはもう日本沈没もそうですし、進撃の巨人もそうなんですけど、ビジュアルイメージはすごいんですよ。でも、そのビジュアルイメージがあまりにすごいから、そのビジュアルイメージですごいシーンを見てると、お客さんっていうのは満足するというふうに思っちゃうんですけども、僕みたいな観客はストーリーなりドラマなりがそれにくっついてないと、ちょい退屈になっちゃうんですね。で、それでハリウッドのアクション映画も眠くなるんですよ。トランスフォーマーとかのですね、戦闘シーンって延々続くじゃないですか。あれ眠くなるし、あとマーベルのアベンジャーズシリーズって特に、それぞれ単体のね、マーベルのあのヒーロー登場みたいなやつを割と面白く見えるんですけど、アベンジャーズになってくるとクライマックスってアクションの連続になってくるんで、眠くなっちゃうんですよね。あと、インド映画が僕は割と好きなんですけども、途中で眠くなるのも、やっぱりインド映画のアクションがものすごいものを連続して見せられると、だん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 、はいはい、分かりましたっていう感じで眠くなっちゃうので、やっぱり樋口監督の日本沈没とか、その進撃の巨人もクライマックス近すぎにつれて眠くなって、で、シン・ウルトラマンもやっぱ眠くなったんですよね。で、ああ、やっぱこの絵に頼るやつっていうのは僕ダメだなと思ったんですけども、ところがテレビで見ると面白いんですよ。あのね、すごい映像だから映画館で見るべきだっていうのは正しい場合もあるし、僕にとっては正しくない場合もあってですね、テレビで見るというぐらいの無責任な見方だと、連続して絵を見せられてもですね、ちょっと退屈したらよそ見すりゃいいし、ちょっと退屈すりゃスマホ見りゃいいというですね、誠に真の映画ファンから見たら許しがたいような見方してるんですけど、それでね、そこちょうど面白かったんですよね。なのでですね、ちょっとまだ点数はっきり決めてないですけど、シン・ウルトラマンですね、点数僕の中で上げましたね。僕は実はですね、
あの2時間半を月曜、水曜、金曜で3回見てるんですね。で、1回目より2回目、2回目より3回目の方が面白かったからですね。で、もちろん2回目とか3回目の時はもうネタバレですよね。完全にネタバレですけど、そっちの方が楽しめるぐらい。逆に1回目の時はこれどこにどう繋がってるのというのがあったからですね。あんまり楽しめなかったんですけれどもですね。僕の感想はですね、やっぱりすごいっていうのと、ちゃんと終わったなんですよ。面白いかどうかなんかより、もうどうでもいいと。ちゃんと終わったすごいっていうのが感想で。だから点をつけるとしたらもう99点ですね。もうテレビ版を含めてこれまでのエヴァで最高です。土下座の出来です。庵野秀明先生すごいですっていう。なんか本当に土下座するぐらいこうすごいですよね。マイナス1点。なんで99点なのかって、マイナス1点はですね、お話が面白くないからなんですよ。あと、クライマックス直前がダサいからっていうのがあります。お話が面白くないって僕言ったのに説明が必要ですよね。悪口じゃないんですよ。なんで話が面白くないのにマイナス1点しかないのかって思うじゃないですか。前にね、ブレードランナーを取り上げた時のこと覚えてますか？名作映画で実はストーリーは面白くなくても OK っていう話ですね。ブレードランナーそもそもお話はもう面白くないよって話、したんですけども、あれ何かというと、ブレードランナーって脱走犯の女に惚れてしまう元刑事ってだけでですね、ストーリーはすごい単純、もう平凡なんですよ。つまりお話としてはブレードランナー面白くないんですけど、でもあの映画ってすごいじゃないですか。すごいだけで十分なんですよ。映画にとってね、ストーリーが面白いっていうのはね、あればそれに越したことはないんですけども、実は大事じゃない、必要条件じゃない。映画にとってはね、面白いよりすごいの方が大事なんですよ。例えばジブリ作品って面白いよりすごいなんですよ。特に宮崎駿のアニメなんて面白かったのはもののけ姫までなんですよ。ストーリーが面白かったのはもののけ姫までで、千と千尋以降はストーリーはもうね、なんか破綻してるんですよね。それよりもすごいからあれはいいわけですよね。押井守っていう映画監督はですね、宮崎アニメは構造が破綻してて、イメージだけで繋いでるというふうに言ってるんですけども、それでも、なんで僕らは、うわジブリアニメいいなと思うのは、まあしょうがない。面白いという言葉で言ってるけど、あれすごいからなんですね。庵野作品で比べると、シン・ゴジラは面白いんですよ。面白い。ストーリーがシンプルでミステリー仕立て。なのでですね、観客が割と追いかけられるんですね。今どんな話なのか。なんせゴジラを追いかけて、ゴジラに対して右往左往してる人を見てればいいので、割とシンプルで追いかけやすいんですけども、新エヴァンゲリオンはストーリー複雑で、観客はね、今何をしてるのか、何を見ればいいのかっていうのがちょっと分かりにくいんですね。だから決してストーリーが面白い映画ではないです。なのでマイナス1点の99点。 Amazon プライムにですね、先月からエヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオン入ったじゃないですか。で、僕見たんですよ。で、見たらですね、なんか違うんですよね。あれ、俺が劇場で見てすごいと思ったものがすごくない、割と普通で、やっぱ新エヴァって映画公開された時僕言ったんですけども、面白いアニメじゃないんです。面白いアニメじゃなくてすごいアニメなんですね。すごいアニメなので、テレビとかあとタブレットとかのサイズでは、まあ、不利っていうか、そう、凄さが伝わりにくい、狭いというか、まあ、映画館の暗いところに閉じ込められて、あれをずっと、これ何やってるんだろうと思って、ずっと見ているところで盛り上がってきて、すごいすごいすごいってなるんだけども、割とね、家で落ち着いた明るい環境で見るとすごくなくてですね、その分面白くないと言ってた部分が際立っちゃったんですよね。やっぱ新エヴァンゲリオンって3月に僕自分で言った通りですね、卒業式なんですよ。で、卒業式だから、テレビで新エヴァン見るっていうのはですね、卒業式をリモートで体験してるような感じですね。もう感動が目減りしちゃうんですよ。リモートで体験するというかですね、あんなに燃えた惑星大戦争の音楽の部分とか、さよならジュピターの音楽かかるところがですね、なんかこうあれっていう感じになっちゃったんですよね。だから、まあ、僕にとってはAmazon プライムの版の新エヴァンゲリオンって感動した卒業式だったのに、記録映像動画をですね、 YouTube で見てる感覚でしたね。なんかアマプラで見るとイマイチだなというふうに思いました。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。